皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今回はボンド名古屋よりスタローンマンソリーですね、最終回をお伝えいたします。というわけで井村店長、またよろしくお願いします。はい、お願いします。ついに完成しましたね。完成しました。はい、はい、そして長かった。長かったですね。一応埼玉の方でエアロ取り付けまでは僕見届けで、はいはいはい、それから名古屋に運んで、はい、まあ、プラスアルファ、まあ、今回タイホイールとか、はい、いろんな作業をしてついに完成ということ で, です、はい、どうしましょう。ちょっとおさらいからしときましょうか。、はい、そうね、おさらいからいくと、ちょっとね、時間かかってるんでね。なんとびっくり、この車新車ということで、お客様の方にはまだ納車してません。してない状態で、はいはい、まあ、ディーラーの方に取り入れて、そうディーラーの方に取り入ってそのままボンドボディに入れて、そのままいろいろ来てここにあるっていう。お客さんはこうノーマルの状態あんまり見てない、見てないし乗ってないしっていう状態で、はい、こういう風になってるという、はい、でこれ結構外装色はあれなんでしたっけ、そんなに特殊なあれじゃない、ビアンコイタリア、あ、イタリア、はい、パールホワイトですね。だから内装とかその他の組み合わせがすごいんですよ、ね、そう、はい、ちょっとその辺も、まあ、第1回目の時にそうだね、さらっとしか言ってないからね、はい、また改めてね、はい、なんですけど、はい、ちょっとご紹介させていただきたいと思います、はい、そして今回、まあ、エアロ、まあ、埼玉の方でもちょっと詳しくやったんですけど、うん、改めてこの辺も紹介して、うん、いきたいと思います、はい、でもう前回りがこのマンソリーのスタローンキット、はい、フロントバンパー交換、ボネット交換、フロントフェンダー交換。ここから前がもう全部変わって、全部変わってます、はいはい、スタローンっていう、まあ、マンソリーのキットですよね、はいはい、でも特にこの世界的にあんまりないんですよね、ないこのキット組、うん、組んだ車が、うん、で特に白だと初、初他の色合わせても数台、多分2台か3台ぐらいしかないんですよね、赤と黒としかないんじゃないかな、はい、かなり世界的に見ても、うん、もうとてつもない、とてつもない車になって、はい、で順番にいくと まずバンパー、はい、全交換、全交換。で今回ね、あのコラージュカーボン、うん、仕上げてるので、通常のカーボン面とは違う、あの絶賛作業中なんでいろんな作業の音が入りますけどご了承くださいませ。はい、大理石みたいなねカーボンになって、でこの、まあ、コラージュカーボン結構いろいろこうメーカーによって名称なんかは違いますけど、フォージドって言ったりね、まあ、要はそのカーボン その繊維を細かくこうちぎったのかちぎれてたのか分かんないですけど、うん、それをこう不規則にこう圧縮して作る、そうそう、ね、はい、だから、ランボルギーニだとフォージドコンポジットなんて言ったりとか、ね、うん、まあ、いろんな呼び名があるんですけど、マンソリーの場合だとコラージュカーボンっていうので、うん、まあ、基本的に見えない部分も ほぼそれですよね。そう、ドライカーボンで仕上がっていて、そのカーボン目を出していいところはフォージドになってるみたい。で裏から当ててるとかは普通のその綾織りとか平織りのカーボン、カーボンになって、で今回まあバンパー全部ごっそりっていうことで、どんぐらい、はい、3ピースぐらいになってるんですかね、メインのバンパーとこのリップと、そうですね、リップとその下と、はい、まあ、マンソリーのエアロパーツ特徴的なこのサイドのフィンと、また形状もすごいっすよね、形状がね、もうまずここノーズ伸びてますよね、半端じゃないよね。だもう塗り分けね、あの一番最初に打ち合わせしたときに塗り分けどうしようかみたいな感じで話したじゃない。で、まあ、とりあえずその今回はできるだけ、まあ、出していく方向で、まあ、白と黒みたいな感じで、ね、仕上げていったんで、まあ、迫力がすごい半端じゃないよね。また真逆、ほぼ真逆の色じゃないですか。そうだね、だから出す出さない難しいところですけど、うん、今回なんか本当に相性がいいというか、そうね、はい、だから逆にそのじゃあこれで出さないっていう選択肢がないよね、あ、まあ、確かにこの形状で、まあ、それは塗り分けるも何もないみたいな選択肢が、ちょっとそれはそれで見てみたい感じしますけどね。だからまあこのデザインとこの塗り分けもう事前にこのコラージュカーボンが貼ってあるところがもうそういう風になってるんで、そう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 、これでかなり完成されてます、ね、そうね、そしてなんとびっくりこの特徴的なこのサイドのフィンが、はい、今回加工で低くしてあるということで、ね、はい、うん、どのぐらいですかね、このぐらい低くしましたよね。そう、なんかそれが隠れてるぐらいだったもんね。ですよね、うん、だからすごくなんかこういい感じに落ち着いてる、うん、これ言わないとわからないぐらい、わからない。でまたこの処理が見ました、見た、はい、すごくないですか、すごいびっくりしますよね、うん、
まあ、同じやればできるともや、はい、まあ社内のその加工ではあるんですけど僕らがびっくりするすごいよね。ただやっぱり切るの初だったらしいんで、それはそうだ、はい、かなりドキドキだったらしいですよ。でしょうね、はい、でこれがかなり低くなって、またちょっとこの辺がラインが見えるようになって、またちょっとこうサイドの印象が変わって見えますよね。そうね。で最後のここの部分もあの丸みをちゃんと作ってくれてるんで、元々の形状に合わせた感じの、そう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 、切ったまんまっていうんじゃなくて形を処理してくれてる。あとはちょっと細かいところもねやってる。結果オーライではあるんですけど、そのコラージュカーボンだったのが良かったみたいな。そう、だからこれをやりたかったからコラージュカーボンを選んだ。あ、そうなんですか。そもそもあ、じゃあ結果オーライじゃないですね。ある程度狙って、狙い、うん、あ、なるほど。だ普通のカーボン目でこれをやっちゃうともうビーって黒い線が入っちゃうから、それをが嫌だったからお客さんにすいませんっつってコラージュカーボンにしてくださいっていう話をして、で、あとはヘッドライトのこのカバーだったりとかも、はい、これもなんかいいよ ね、まあ、そうですね。なんか最初つける前はここ真っ黒になっちゃってどうなっちゃうんだろうと思ったけど、意外と違和感なく、これ全部完成された時に見るとこの目つきの悪さというかね、本当印象が全然違う。コンプリートか、うん、マンソリーっていう感じしますよね、うん、で、ここも当然フォージドカーボンで、はい、こんな感じ で、あとボンネットも今回そっくり交換されているってことで、はいはい、で残せるところは残してラインを作って、で、まあ、この前もね、内山のフライングスパーでグラデーションができない、できる問題みたいなねことを言ってたけど、やっぱ白はどうしてもミストの点が出ちゃうから、そうそう言ってました、ね、できないというよりかはこう綺麗にできない、綺麗にできない、そうだ、黒とかボディカラーが黒だったら全然できるし、その俺も前に S クラス222の S63 でマンソリーやった時にボンネットとかあのグラデーションにしたんで、それはボディカラーが黒だったりすればできるけど、やっぱ白だとどうしてもできなかないけど綺麗にできない、ちょっと納得いくコンディションにならない、ならない。だ今回こうプレスラインももともとそういう風になってるんで、うん、かなりこう黒白っていう感じですけど、そうね、本当にいい感じに。そしてまたこの造形すごいですよね、このボンネットがね。パッと見こうカーボンのこの黒い部分に目がいっちゃうんですけど、よく見るとこのダクトとこの造形が、うん、そしてここがこう前にこうダクトに消えていく感じでね、素晴らしい。ちゃんとネットも張ってたりとかで、あとはフェンダーも、はい、フェンダーも交換して、はい、ダクトがついて、フェンダーを社外のフェンダーにした812なんてないじゃないですか。ちょっとボンネットもないですけどないね。フェンダー交換ってちょっとこうハードル高くありません？そうだね、だいたいね、そのボディキットをフルで組んでもフェンダーはいいかなみたいな話も多いし、ね、バンパー定番じゃないですか。バンパー定番行く人はまあボンネットも、そうね、ボンネットって結構変えるとガラッと変わるもんね。そこよりさらに進んで今回フェンダーを交換してるってことで、でこのもう本当になんか魚みたいな、うん、ものすごい造形のダクトと、あとスタローンのエンブレムがフェラーリのこの形のままついてて、ついてます、はい、でこれフェンダー自体ももしかしたらちょっとワイドになってるんじゃないかっていう、ちょっとね、なんかこういう風にこの頂点がこう外に出てるように見える、あ、まあ、形状の問題なのか何なのかっていうのはちょっと感じるかな。なるほど、ちょっと純正と違うラインがちょっと引いてある感じが、うん、そう、ここから先が全部純正コピーなんじゃなくて、うん、もう全部作り変えてこのラインも実は違ってるんじゃないかって。そうだ、ノーマルフェンダーにこのバンパーはつくんでこの位置は間違いなく一緒なんだけど、あ、なるほど、この先が、あ、じゃあ この引き方がこうなってるか、そう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 っていうのは実際、まあ、実物見てつくまでね、うん、分かんない話で、そうするとこう斜めに見た時の印象もだいぶ違いますね。そうね、そんなフェンダーもついてると、はい、であとは今回サイドスカートとこのドアパネルっていうんですか、なんていうんですか、はい、はい、ついてます、もう今回装着されてると。あれ、これまだ貼ってないんですね。貼ってません。貼らない予定なんですか。悩んでる。あ、なるほど。結構貼らないことも多いので、はい、
まあ、マンソリーね結構いろいろ組まさせてもらったんですけど、バッジを貼らないでそのまんま乗ってる方もたくさんいるので、ちょっとそこはワンポイントではあるんですけど、ちょっと目についちゃいますね。そうなの、うん、まあ、貼るにしてもその塗って貼るとかいろいろ選択肢あるんで、うん、まあ、ちょっとその辺は最後納車までにっていうことで、うん、はい、でドアパネルこの辺が、ここはフェンダーですもんね。ここから、はい、そこから、はい、パネルがついてると。ついてます。で塗り分け自体はこのプレスラインで塗り分けて、はい、中のえぐれてる部分だけを残してます。これまたすごい造形になってますよね。それね、なんかあるのとないので結構違うよねこれは。確かに、うん、そんなラインになってて、またこの辺もすごくうまく塗り分けてますね、うん、色も、うん、はい、バッチリじゃないでしょうか。で、はい、サイドスカート自体はそんなに大きく形状変わらないですよね。下はね、そう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 、ちょっと出てるぐらいですか。もともと81のサイドスカートってなんかこの辺がこうボコってちょっとボコって出てて感じですよね、うん、ちょっとドアパネルと合わせてなんかちょっと印象を変えてるっていう、そんな感じですかね。そうですね。で、あとは、あ、そう、通り過ぎちゃいましたけど、ホイール、ホイール、はい、これ、来ましたね。来ました。まあ、高い車に高いエアロで高いホイールみたいな、分かりやすい今回のセレクトで、まあ、ADV1 のアドバンストシリーズのトラックスペック 3P。でフルポリッシュという形で、まあ、あの天面ブラッシュドでね、あの側面ポリッシュとかトーンを落としたりとかっていうのは結構よくやってたし、いろんな車にもつけたんですけど、今回はフルハイポリッシュなんで、もうギラギラな感じで、ギラギラです、はい、もうどうだっていう感じの、そう、もうだからちょっと前にあのカスタマイズさせていただいた赤い812と方向がもう真逆というか、もう全然違う方向で、本当にこうインパクトとこうなんというかオーラというか、そうですね。で削り込みも ADV1 ですから、またすごい、これセンターキャップがちょっとこれ伝わるかどうかすごいのよ。だホイールバランス、バランサーがにそういうことか。そう、メカニックの話になっちゃうみたいなんですけどそのホイールのバランスを取るときに、その鉄のこのテーパーのそのなんていうんですか、部品をこうガチャってつけて抑えるのね。でバランサーでこう回すんですけど、それをつけちゃうとここ当たって多分傷になっちゃうんで、これをこうアタッチメント的なもので一回出してそこで抑えてっていう、ちょっと造形が複雑すぎてバランス取るのもかなり大変みたいです、うん、っていうのはまずここが穴開いてて、この側面も穴開いてて、でこのキャップでなんかここが蓋される感じですかね。そうそう、キャップありきのデザインで、でも、まあ、そうっすね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 。でもこの辺の造形もすごいし、よく見るとこのスポークサイドも全部穴が開いてたりとかで、この何ですか、ディスクのこの端も全部削ってあるんですね。そう、そういうところに段がついてるかついてないかっていうのはすごくホイールに全然印象違いますね。印象を変えるので、だもうディスクの削り込みはもちろんそうなんだけど、やっぱそのディスクとリムがそのつながるところにどれだけこう削ってあったり、こうなんかちょっとこう化粧してあるかによってホイールの高級感だったり立体感だったりっていうのは全く変わってくるんで、確かに本当にちょっとしたことではあるんですけど、ここにこうちょっとしたこと、本当に削りが入ってるだけで全然違いますね、うん、確かにちょっとこのマンソリーのこの迫力のエアロキットに負けない足回りってなってくると、そうこれっすね。そうで、最初はもちろんマンソリーのホイールで行こうかって話もあったんですけど、まあ、よくあるあのチューナーの系のよくあるあるで、ホイールって結構その使い回しじゃないけど F12 用のホイールを81にもつけましょうみたいな、マンソリーの、フィットメントだったんで、そうするとフロント細くなっちゃうね。あ、なるほど。純正275の2255とかになっちゃうんで、それは嫌だなと思って、なるほど。で今回は、ホイールだけ ADV1 にしました。このだから引いてみた時のこのボディの迫力とこのホイールのインパクトと、なんかこうとてつもない次元でバランスが取れてる僕的には。
で結構その前回そのフライングスパー今制作が始まってるんですよ、はいはいはい、で海外の方からそのパーフェクトの車になんてことしてくれてんだと、うん、やっぱりマンソリーってやっぱり突き抜けちゃってるからそう、ね、いろんな意見多分あると思うんだけど、うん、やっぱりオーナーさんにとってはいくらフェラーリでも、うんフラスパー、ベントレーでも、うん、やっぱり完璧じゃない、うん、く感じてる方もいるんで、うんうんうん、やっぱりそういうところをこうさらにね突き抜けたものを求める方にはやっぱりこういう提案もそして今回かなり高い次元で高い次元ですごいものができたんじゃないかなそうですねでまたこの中のブレーキ映えますねそうねこのねデザインするとね、うん、やっぱりこうなんですか普通の塗っちゃったホイールよりかも、うん、キラキラの中に、うん、こうキャリパーがあってかなり入るというそしてタイヤが今回 P0 のサイズ的には275/30/21 と335/25/22、まあ、あの812でよく使うセットアップなるほどでこの前の赤いノビテックも同じサイズ、はい、あそうなんですね、はい、そんなタイヤがセットされてはいそしてどうしましょう後ろ行きましょうか後ろ行きましょうか後ろがまあ同様のデザインで、はいまあ、1インチ大きくってまた本ケーブがすごいですね本ケーブがねそうフロントも、まあ、リアはね、割とすると思うんですけどフロントも、まあ、この角度から見たらやっぱりセンターキャップ見えないんでそうですよね、うん、フロントも結構コンケーブしてるんですよねそうそういう、まあ、前後コンケーブしてる812でなかなかねないと思うんでまたこのフロントとリアでこうなんていうんですか感じが違うのが1台で楽しめるのそうですねちょっとスーパーカーのいいところですよね、うんうん、そしてもうド迫力です後ろは本当にコンケーブもそうだし太さもそうだし、はいはい、インチも1インチ大きいんでとてつもないこのリアがリア、まあ、ボディキットに負けない、ね、迫力が出てると収まってます、はい、そして後ろ来ましたはいリア来ました、はい、ウイングがこんな感じで、はい、純正のこのラインの延長線上って感じですかねそうですねこのぐらい5センチぐらいですか、まあ、今回その2つあって大きいのとね足が生えででっかいやつと、ベタ付けのタイプとっていう選択肢がある中で、まあ、ベタ付けのタイプを選んでそのまあ、ボリュームがエアロにあるんで下側はボリューム出して上側は割とシュッとしたいっていうのもあってベターなこれはですね GT ウィングみたいなやつですよねそう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 、はい、このホイールとかその完成形をそうからいくとこれで正解だ気がしますそうですね僕的にも、うん、でウィングちょっとフィッティングがちょっとこのいやこれ大変だったみたいですねフェラーリどうしてもやっぱり手作りの車なんでやっぱりそのチリとかはこう工業製品としてはちょっとこう何ですかもうちょっとというかそうね、はい、手でもう、ね、そう詰められるところはもうちょっとあるっていう、うん、でこのウィング乗せたらちょっと段差なんかも出ちゃったってことなんですけど今回この可能な限り、はい、もうゲートごとの調整と、うん、あとこっちでチリを合わせてもうほぼ左右差なく、はいはい、綺麗に収まってますいや車 の, そのゲートがちょっとずれてるんでこっちもずれてちゃうんですよって言うとやっぱりダサいちょっとね、はい、なんか言い訳っぽいもんねそうですね、うん、なんでその辺の辻褄も合わせつつ、うんはい、つけております、はい、そしてリアバンパーはいリアバンパーなんとびっくりこれ全交換なんですよね全交換ですここから下が交換と、はい、思いきや全部全部ここ全部うそ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 うですよねそうだからよく見ると ここなんかもでこれあれですかじゃあ封印も全部し直してし直して、はいでまた造形がすごいよねでもフェラーリのマークがなくってもう違和感がないよね確かになんか後ろにフェラーリのマークがないと違和感が出ちゃうかなとちょっと思ってたんですけど全くなんかすっきりしてて逆にそうですね逆にありかなっていうなんか目がこう行くところがそこにならないまあ、下側のね、このディフューザーの部分って言ったらいいのかわかんないけど形状的にはそうですね、うん、で形状的にはまあ純正じゃないフロントに習って同じこうサイドの立ち上がりとちょっと下どうなってるんですかこれあここがちょっとディフューザー形状になっててそう真ん中の部分が入っててでここにはい、はい、あの LED がつけようになってますレインライト的なはい、はい、あれこれこの色でしたっけ元々それね塗ったあですよね、うん、ちょっと白っぽく見えちゃうのが嫌であのスモーク吹いてもらってあなるほど馴染むようにしました
でまたここもこう造形が、形状がえぐい、えぐいっすよね。これリフレクターは塗ってるんですか？塗ってません。あ、これ純正のままなんですか？はい。あ、そうそうよね。そう、テールがちょっとスモークっぽくね。ですよね。なってる。なるほど。で、マフラーは、これは今回はマフラーエンドはマンソリーのもので、中身は変えてあります。なるほど。はい。こんなリアの形状になってて。で、この横の、この上ですね。ここのところにも、そう、カーボンの。ダクトがあったりとか。はい、ピンが入ります。これはで、まあ、後ろもね、あの後ろのフィンの部分も高さを低く、はい、あ、そうですよ ね。こっちもフロントに合わせてちょっと、そっちダクトの部分かぶったもんね。ですよね、うん、いや本当に言われないとわからない、わからない、はい、そもそも正解をみんな知らないんで答え合わせができない、そう、答え合わせ誰もできないみたいです、うん、はい、いやこれは振り返りますね。これはやばいと思う。外装的にはこんな感じですか？そうですね、はい、あとローダウンも今回してるんですよね、はい、ノビテックのダウンサスで、車高を落としてあります。どのくらいでしょう？30ミリぐらいですか？30ミリぐらいかな。なるほど。で、まあ、ちょっとエアロが大きいので、本当はもっと下げてもいけちゃうはいけちゃうんですけど、マジ少しフェンダーとタイヤの隙間があるぐらいのスタイルの方がエアロがついてある場合はバランスが取れるかなというところで、そこまでベタベタにはしてません。まあ、もうマンソリーフルフルで組んでもやっぱりうちの場合こうショーカーではないんで、そうね、普段で乗るんでお客さんがこれが街の中走るわけですなんでちょっと絶妙な車高になってますけど、はい、はい、絶妙な車高になってます。はい、それじゃあ続いて内装、内装前回は一番最初ですよね。一番最初持ってきた時もちょっと紹介したんですけど、うん、今回ちょっと全部作業が終わって、うん、はい、まあ、養生も一回ちょっと一旦、はい、一旦取り外したんで、はい、ちょっと改めて中またすごいですよね。いや、中めちゃくちゃかっこいいよね。こんなのあります？ね、すごくこう洒落てる、うん、でこれがなんとびっくりオーナーさんの全部、そう、はい、さすがです、さすがです。本当にこれは本当に何台も乗り継いでこないとたどり着かないセンスですよ ね。僕らも結構その使用決め一緒に来てよとか結構あるんですけど、これ見ちゃうとやられたなみたいなその手があったかみたいなまたドアが本当にこのちょっと明るめの、はい、茶色のこのレザーとで、ここがアルカンなんですよね。そうで、黄色のラインが入ってて、はあ、ね、すごくこの黄色がうまく使われてるかなっていう ね。なかなか黄色を使うって難しいじゃない、はいはい、色的に、はい、だけど何のなんか不自然感もなく、そうなんですよね。このなんかキャメルっぽい色と焦げ茶と黄色っていう組み合わせがものすごくなんか合ってる。で、ステッチが黄色だったりとか、こんなにこう差し色の黄色をうまく使う、そうびっくりじゃないですか。そう、すごく上手な組み合わせ。まあオーナーさんも実際そのシミュレーション上で大丈夫かなって不安には思ってたらしいんですけど、まああの現車を見て、あ、よかったって言ってたんで、全体的にこの茶色と黄色同系色でこうまとめた感じで、うんうん、またマット、こんなおしゃれなマットありますね踏めない踏めないですよね黄色のラインが入ってステッチと、はい、あとロゴがしゃれてる。これはやばいですね。ね、でカーボンのパネルがついたりステアリングがついても全く違和感がなく、確かに確かに確かに、うん、カーボンも結構目立っちゃいますからね。そう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 、だから結構こういうあのちょっと凝ったインテリアだったりするとあえてカーボンなしの、うん、仕様を作ってる方とかもたくさんいらっしゃると思うんだけど、それで今回カーボンもつけててこういう違和感のない仕様っていうのはすごいすごい洒落てるなと思って、びっくりです、うん、でまたこの外装となんかこう合ったなと思って、合ってる、合ってる、うん、はい、外装をこうとんでもないことにしたんですけど、うん、なんかそれ全然内装が見劣りしない、うんうんうん、よくあるあるじゃないですか、ね、ちょっと外装めちゃめちゃ派手にしたのに、ね、なんかこう真っ黒でちょっと味気なくなっちゃった、そう、内装が惜しいっていうね、
だから本当今回その組み合わせとその全体的な仕様と雰囲気とがもう抜かりないなっていう。はい、というわけで今回はこのマンソリーになった812を紹介させていただいたんですけども、はい、今回ちょっとオートサロンでこれがちょっとワールドプレミアじゃないですけど、はい、ちょっとこう皆さんに現車を見ていただく予定だったんですね。だったです。で、まあ、品種的なものでいうとつい昨日、うん、ちょっとそのオートサロンの方の出店を、うん、ボンドグループちょっと取りやめましょうということで、はい、まあ、ちょっと最近のその感染症の、うん、まあ、増加なんかもあって、うん、まあ、ちょっと今回は無理にこう出店しても、うん、まあ、いろんな方に迷惑がかかってしまう可能性がありますし、またあとうちの場合だとどうしてもその自社の車じゃなくてやっぱりお客様のお車を展示させていただくっていうのがほとんどなんで、やっぱりお客様の協力あってのオートサロン出店うちの場合になってしまうので、まあ、今回ちょっと僕らとしてもかなり残念ではあるんですけど、ちょっと出店取りやめということで、ちょっとなかなか皆さんに、はい、生で車を見ていただく機会っていうのはなくなってしまったんですけども、まあ、代わりといってはなんですけど今回のようにその動画でお届けしたりとか、あとは PV 的なものも、はい、一応まあちょっとね、先ほどの冒頭でもあったようにお客さんも乗ってないし、まあ、走行距離もまだ2桁だし、85キロなんだけどガソリンってどんどん減っていくのね。あ、朝の出し入れだけで、ちょっと改装とかで、そうで、まあ、なんでちょっとその走ってね撮るっていうのはなかなかちょっと難しいかと思うんですけど、止まってるところをいつもの感じで撮るような動画は撮っていきたいなと思ってます。ちょっと置きメインになりそうですけど、そうね、はい、ちょっと PV 的なのも撮影する予定なんで、はい、ぜひ見てみてください、はいはい、でもう毎回ちょっと車作るたびに言ってますけれども、もうフェラーリ812に限らずもういろんなことが名古屋店できますんで、はいはい、なんか作りたいのありますか今、はい、あれじゃないですか、狩りなんでキャンプに行こうじゃないですか。狩りなん、そうそうそう、はい、狩りなんでキャンプ行きたいよねなんかさ、あれでもさ、はい、あの雑誌見た？見てないです。社長が写ってる雑誌見た？うん、見てないです。これから見ます。ゲレンデのやつ、はい、あれ社長の趣味キャンプって書いてある。本当ですか？キャンプのキャの字も聞いたことある本当ですか？でもキャ、本当カリナンにラック積んでね、あのスティールメイドみたいな、はい、鉄チンみたいなホイール履いてちょっとゴツゴツしたタイヤでキャンプに行く。キャンプに行かなくていいけど山でコーヒーを飲む。昨日ライブ配信したんですよ東京店で、うんうん、内山店長に言ったんですけど、うん、全くピンときてなかったでも飯村さん的にはなんかそのかっこよくなる絵がもう出来上がってるわけですね。出来上がってる、はい、絶対かっこいいもんね。お、何、面白そうじゃんっていう方がいらっしゃったら、そうそうそう、ぜひ名古屋店にご相談いただければ。そうなんですよ。かなり多分面白いものがいろいろ提案できる。僕らはもう車がかっこいいのは当たり前です。違う、かっこいいことをするっていう、もうライフスタイル含めて。そうなるほど。そっちなんで、はい、なんでいろんなご要望、はいはい、まあ、ご用意してますんで、用意してます、ね、はい、いろんなご要望にお答えできると思いますので、ぜひそのような、はい、相談もお気軽にボンド名古屋まで、お問い合わせくださいませ。はい、はい、よろしくお願いします。というわけでボンドチャンネル、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。